次のコーナーは、はい、担当大臣。はい、いろんな担当大臣の皆さんに考えております。ラジオネームナルムーニー伯爵。はい、太田さん、タナムーニー伯爵。お前だろうが。ゴリラ担当大臣、小森純くん。まあまあまあ、変顔とかするからね、うん、結構あの子はね、いい子だよな、あの子な。いい子だね、素直な子だよね、本当に。お母さん思いのね。そうそうそう、悪だったとは思えない、ね、思えないですね、本当ね、うん。読まれたら初採用。ラジオネーム010202023と。なんだよ、わかんないけど、その電話番号の人が迷惑するみたいなことで、なんかしないけど。太田さん、ビューティフルサンデーの人、こんばんは。政治じゃねえから、有事だから。な、それ田中政治だから。マサル氏担当大臣。貴乃花親方君。そりゃそうだろ、他いねえだろ。っていうか担当大臣必要ねえだろそれ。何すんだよ。親方ね。いやー、貴乃花びっくりしたね。選ばれましたね。まさかだよね、あれ無理だって話だったのにね。すごいよね、うん。ラジオネーム棚からぼったぼった、うん。太田さん、おじさん、こんばんは。おじさんの呼ばれ。19歳の学生です、うん。好きな人の前で無茶する担当大臣、うん、武田鉄矢くん。ねえ、あれ無茶だよ。あんなのっていうか、あの人はまだいいかもしれないけど、あのトラックの運転手さんだよね。そうだよ。あの人のことを考えなきゃダメだよね、あれね。藤田悦司君、山形園子ちゃんが、うん、太田総理でバラエティデビューしたことを、うん、セントフォース担当大臣として非常に嬉しく思う。33歳。はい、よかったですね。セントフォース担当大臣、ね、飛び回り担当大臣、まどかひろし君。かっこ歌で飛んでと回ってを連呼している。飛び回る担当大臣。そりゃそうだね。窓かひろしさんしかいないでしょ、それ。漬物担当大臣、梅宮達夫君。ひねれよ、なんや。日本の土曜日担当大臣、橋野恵美君。かっこ昼はブランチ、夕方 NHK 週刊子供ニュースに出演。はい、そして、かつては土曜の朝、放送のポンキッキーズにも出ていたから、うん、出ていたから。エミー賞、日本の土曜日担当。日本の土曜日担当大臣、そうだな、その辺か、うん。まあ我々の世代鶴子さん、まあそうですね、イメージでしたけどね、うん。土曜といえばドリフ鶴子、表記、そうですね。ラジオネーム自立の色、うん。太田さん、とにかくブロッコリーが食べたい担当大臣に、力ずくで半片を食わせる担当大臣。何言ってんの、わかんねえぞ。エクボ担当大臣、うん、名倉淳君。違うだろう。エクボ担当大臣、名倉淳じゃないでしょ。もっと他敵にいるでしょ。ラジオネーム、水陸専用ムック。太田さん、シルダンユーの人、こんばんは。秋葉です。元シルダンユー、元シルダンユー、秋葉ですけどね。商店担当大臣、ネロとパトラッシュ君。商店そっちか、商店かと思って、ラジオネーム、内山田博士とクールポコ。内山田博士とクールポコ、面白いよ。あれ面白い、びっくりした。あ、面白いな。不思議な涙を流す担当大臣、風大左衛門くん。つながってますね。つながってから、どぼちてどぼちて、確かにね、振り子みてえな涙。ラジオネーム、ファンタスティック原田、うん。太田さん、ゆか、こんばんは。っていうか、二枚二枚担当大臣、高見山君。それしかいないだろ。それしかいないよ。
ラジオネームファンタスティック原田、うん、太田さんゆかこんばん。なんでゆかずっとゆかなの。マルハッチ担当大臣高見山君。なんでそんな高見山が好きなんだよ。トランザム。アナルネームないから。アナルネームっていらないの。ないのそんなもんは。アナルネーム貧血満載。うっさい。太田さんクソババアのケツの穴担当大臣。ケツが好きな男だ。やめなさいよ。ぶん殴り担当大臣野坂昭之。古いよ。古いな。大島監督ね。大島渚さん殴ったって時ね。ラジオネームジンジンジンバブエ、うん、太田さんターさんこんばんは。想像以上に荒れてる担当大臣、うん、冬の日本海くん。まあね、まあ荒れてるね冬の日本海は高波でね。